日本と ASEAN 加盟国が毎年共同で実施している東南アジア青年の船。今年で38回目となる船出を前に、乗船する青年の代表33名が10月26日、野田総理を表敬訪問しました。日本はアジアの同じ地域に生きる者同士として、アジア太平洋各国との経済、文化両面で関係強化に努めています。 国家間の関係の基礎となるのは若者一人一人が培う確かな信頼関係です今回の東南アジア青年の船では日本と ASEAN10 アアカ国計330名の青年たちが横浜から出港しご覧の地を巡ります船内での共同生活や各国でのホームステイ表敬訪問 奉仕活動など43日間の旅を共にします参加者は1万人以上を超え皆さんの先輩方は各界のリーダーとして活躍をしています実はここに売先をする長浜副長官もその一人です彼も昔は青年だったんですね9月27日 野田総理とフィリピンの秋の大統領との共同声明の中にも東南アジア青年の船が果たしてきた役割を評価し継続していくことが盛り込まれましたこの貴重な機会を存分に生かし一人でも多くの友人を作ってくださいそれは皆さんのかけがえのない財産になるはずです皆さんがアジア太平洋をつなぐ架け橋として国境を越えて 活躍していかれることを期待をさせていただき、私の挨拶といたします。